土浦ニューウェイ、土浦ニューウェイ、土浦高架道とは、茨城県土浦市港町1丁目、土浦駅東口から田中3丁目、学園大橋までを結ぶ無料の高架道路である。全長約3キロメートル。都市計画道路名は、土浦網都市計画道路3.230号、土浦駅東、学園線である。経路は、 土浦市港町一丁目有明町川口一点二丁目中央一丁目桜町三点四丁目大町大手町専属町幾田町文京町田中一点二三丁目大技佐野湖までの土浦中心市街地内の各町を結ぶ国際科学技術博覧会科学万博の開催に際して土浦駅東口から筑波県旧学園都市まで結ぶシャトルバスなどが通行する 高架街路として1985年、昭和60年に開通した。その後、学園大橋付近を打ち上げ会場とする土浦全国花火競技大会開催日には、会場と土浦駅東口を結ぶシャトルバスの運行経路に利用されている。この時は、一般車両は通行止めとなる。また、当期、主に1月2月には、路面凍結がたびたび発生し、 全面通行止めとなることがある。最高速度が40時速 50km に制限された上下線合わせて2車線の自動車専用の道路で交差点や信号はなく3カ所のバスストップが設けられている。通行できる車両は普通乗用車や普通貨物自動車、大型を含むバスに限られ大型貨物自動車、自動二輪車、自転車、 歩行者の通行は禁止されている。オートバイやバイク、大型車を除いたのは、商店街、人家が密集する土浦市の中心市街地に、高架街路があるためで、歩道が設けられていないことから歩行者も通行することはできない。茨城県道24号土浦境線の上部を通っている部分は、県道のバイパス扱いとなっており、それ以外の部分は、土浦市の管理となっている。 土浦ニューウェイは、1985年の国際科学技術博覧会、科学万博筑波85開催に合わせ建設された高架街路で、1985年、昭和60年3月2日に開通した。この開通で、土浦市は地方都市の中心市街地に高架街路を導入した全国初の自治体となった。科学万博を開催するため鉄道と、 道路両面によるインフラ整備計画について国機関や茨城県が一体となり連携して進められている中、当初建設障害路が当時から茨城県土木部へ常磐線仮設駅万博中央駅から博覧会会場へアクセスする立体街路建設計画案の話を持ちかけられていた。これを受けて県は仮設駅はあくまで臨時のものであって撤去されてしまう。 ことなどの理由から、当時、茨城県南地区の商業中心地であった土浦市の市街地交通混雑解消と、つくば県旧学園都市との連携を強化するため、土浦駅東口広場から市街地を抜けるまでの3キロメートルの場所に、高架街路を建設する計画とし、合わせて博覧会会場までバス輸送に使用すれば、サブシステム都市も有効との見解を示して、 建設省へ、建設計画ルートについて、申し入れを行い、土浦市の賛同を得て1982年、昭和57年12月に、その構想が公表された。総事業費132億円、当時の大事業で、立体外路事業の延長別では、土浦市が 1.26km、茨城県が 1.73km 分を受け持った。博覧会開催まで、 約3年を切っていたが、用地買収や、歩兵交渉など、土浦市が全庁を挙げて、これにあたり、茨城県土木部の出先機関である、土浦土木事務所が事業を執行し、1983年、昭和58年11月の着工から実質1年、3ヶ月余りの特管工事完成させた。当時設計にあたり、市街地を通る高稼働のため美観が重視され、 Y 字型のスレンダーな橋脚とした構造設計に上部構造物も一体感を持たせた衣装構造にされた。つくば万博開催期間中は土浦駅東口広場から立体街路土浦高架道を使って国鉄や茨城県内の民間バス会社が50人乗りの普通バスで連絡輸送に当たっており輸送上のトラブルは全くなく 万博客の輸送に貢献した道路施設となった。土浦ニューウェイには歩道がなく、途中のバス停留所はその部分のみに歩行者部を設け、地上からの連絡階段によって旅客が利用できるようになっており、埼玉新都市交通稲線、ニューシャトルの公開機の構造に告示している。本道路内にあるバス停留所は、川口町、桜町4丁目。 田中町の上下線に3つある。これら高架バス停留所は、停車本数もごく少なく、地上の道路を通るバスの本数が多いことなどから、あまり利用されていない。また、下記の運行系統18は、筑波花室トンネル内にある停留所にも停車する、ことから、地上、高架、地下に停留所がある特徴的なバスとなっている。その他、エアポートライナーノット S。 よかっペ号も通行するが、乗降扱いはない。また、土浦全国花火競技大会開催時には、臨時シャトルバスが多数運行されるが、それも高下部には停車しない。土浦ニューウェイは、科学万博に合わせて計画された新交通システムが頓挫し、その移行を道路として使用しているといった誤った解釈がしばしば行われているが、 前日の通り始めから道路用効果として計画されており、そもそも新交通システムの建設自体が完成間近の資料でも導入は困難とされている。一方で、採算性の問題から中止されたものの1970年代には、筑波研究学園都市と常磐線を結ぶモノレール計画もあり、将来的な交通需要の増加時には新交通システムへ転換に配慮された構造として、 説がされている。しかし、新交通システムには統一されたシステムがなく、当時の論文でも基準が大きく改定される可能性があると指摘されている通り、1985年当時と現在ではバリアフリー対策など現在とは都市交通に求められる基準が大きく異なっており、公益社団法人日本都市計画学会が都市計画に関する独創的または 啓発的な業績により、今後の都市計画の進歩、発展に寄与し得る貢献をした個人、または団体を対象とする石川奨励賞において、1985年度表彰として、都市計画道路土浦駅東学園線、高架道の計画と設計が受賞している。受賞理由は、土浦市都心部に高架道路を通すことによって、駅へのアクセスを改善して、 駅の利用度を高めるとともに、高稼働が都心部の地域分断施設とならないように、かつ商店街の活性化を図れるようにするため、高架橋のデザインを工夫し、高架下の道をショッピングモールとして沿道残地に商業ビルを構築するという総合的な施策を実施したというものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。